ちなんか埼玉の田舎でやってるんで銀座とは違いますし、あこの辺の寿司屋さんよりもほんでたくさんの種類をたくさん食べていただきたいなというのがすごいよ。さほら一昨日ぐらいここに来るっていう暇、うん、それですぐ泳いで、すぐ今日実は泳がれてるでしょ、泳いでる見つけてなかった。ちなみにこれ2回目です。ガチ!1回目でます。もう大変申し訳ありません。いつだろう私です、これ。本当にすみません。こういう感じだったんです。大丈夫。これ2回目だったね。こういうことが2回目だよ。そう。西が電話されるじゃん。大丈夫でしょ。俺めっちゃ笑ってたし。そうなんですよ、寂しいですよね。うん、ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。本当にありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、次の